今、オレンジの12拍子へとバトンタッチされました。開催初日は序盤戦の攻防は予選の第3競争。現在追い風のコンディションは 1,2 メーター。進入体系定番通りインコースから1番2番3番4番5番6番の体系で今スタートいたしました。インコースからトップスタート1号艇の今井です。スリット通過が大きな差ありません。一周内マークインから逃げる体勢は1号艇。さあ3号艇が外前、内側のから2号艇が差しのハンドル、4号艇も左右打ちを指すバックストレッチ向こう上面。さあここは陰線を仕切った1号艇の今井より、リードの方は早くも2停身ぐらい。左右打ちのから2号艇の高石がぐーんと伸びてまいりまして、単独の2番手、3番手争いは激戦となっています。現在は定番順の並びが向こう上面から2マーク。スタート前提正常です。1号艇が先に回る体勢、3号艇落として回る、2号艇が外全速で握っていきました。上位の体勢は1番、2番という体勢、3番手争い接戦。左右打ちのから2番差しの格好で5号艇の高田が3番手で浮上か。上位の体勢は 1,2,5 後方向かっては 3,4,6 という体勢。レースはこれから2周目に入ります。リードは早くも4停身半となりました。1号艇の今井由里、2番手追走は順走の形、2号艇の高石、そして3番手でありますが4号艇小回り旋回、5号艇が外握る体勢、4号艇これ大きく振り込みました。上位の体勢ですが、その後5号艇も転覆を期しております。上位の体勢は1番2番3番の体勢となりました。6号艇が単独の4番手、そして4号艇構想をつきまして5番手、5号艇の高田彩が現在は転覆を期しております。上位の体勢は1番、2番、3番の体勢となって今2周の大胆マークを旋回いたしまして、レースはこれから最終周回です。独走体勢1号艇の今井、2番手追走2号艇の高石、3番手は3号艇の飯田、後方大きく水が開きまして6番、4番という体勢。なお5号艇の高田彩でありますが転覆のため失格となっています。5艇の構想、1番、2番、3番の体勢でレスキューの外側を各メンバーが通過。2連単の 1,2 の組み合わせは 3.7 倍2番人気、3連単の 1,2,3 は37.1 倍となっています。なおこのレース4号艇の平田でありますが妨害のため失格となっています。4号艇の平田は妨害のため失格、したがって4艇の構想、5号艇の高田彩は転覆のため失格です。1番、2番、3番、最後方6番という体制、完走は4艇ということになります。今一から1号艇の今井ゴーリン、地元がこれ3連勝、2着2号艇高石ゴーリン、3着3号艇の飯田ゴーリン。